東ウィルウィンは日本の競走馬。2017年のジャパンダートダービー勝ち馬である。2017年度、ナーグランプリサラブレッド3歳最優秀牡馬、ナー年度代表馬。2015年のサマーセールに上場され、442万8,000円で MMC に落札された。2016年5月12日のフレッシュチャレンジでデビュー。3戦目のアタックチャレンジで勝ち上がると7戦目のサンライズカップで重賞初制覇。その後交流重賞に挑戦し、北海道2歳優駿では、エピカリスから 2.4 秒離された2着、全日本2歳優駿では4着となった。このレースの後、船橋の佐藤健二厩舎へ移籍。3歳、シーズン初戦は1月のニューイヤーカップ。後方から徐々に進出すると直線で、ブラウンレガートをゴール前で、頭差で差し切り南関東重賞初制覇を果たす。続く、京浜盃では先団追走から直線で足を伸ばすと一旦抜け出したピンクドッグウッドに1馬身1、4差をつけ、重賞2連勝となる。5月の羽田盃は2番手追走も逃げる。キャプテンキングを捉えきれず2着に敗れる。6月の東京ダービーは、後位から直線で抜け出すと、キャプテンキングに6馬身差をつけ圧勝した。7月12日のジャパンダートダービーは先団の後ろでレースを進めると最後の直線では一旦先頭に立ったサンライズソアをゴール前で捉え、首差で J プニー初制覇を果たすとともに、地方馬としては7年ぶりの同競走制覇となった。秋は浦和記念から始動。道中は逃げ馬の外2番手から、好正面中間あたりで、勝ち馬マイネルバサラが一気に仕掛けて先頭に。さらに、それを追いかけてきたオールブラッシュ、ナムラ嵐にもかわされ一時はそのまま沈んでいくかと思われたが、勝ち馬には離されたものの2頭を差し返して2着に入った。続く、東京大賞典では JRA の先行馬を見る位置で6番手から進めるも3から4コーナーから伸びず8着に終わった。ジャパンダートダービー優勝が評価され、2017年度のナーグランプリサラブレッド3歳最優秀牡馬、ナー年度代表馬に選出された。柏記念から始動するも7着に敗退。その後は条件を問わず常に掲示板内を外さない、ものの勝ち切るには至らずというレースが続き、この年の勝ち倉は59キロのトップハンデを背負って、挑んだサンターニタトルフィーの1勝に終わった。夏に慣れ親しんだ同栄、角川厩舎に再転入し、転入初戦で久しぶりの勝利。だが、結局この年も大敗こそないが、この一勝に止まり、門別のシーズンオフとともに、船橋に戻る。この時、米谷康秀厩舎に、天馬やした。4月のブリリアント C を除外となった後、岩手、菅原勲厩舎に移籍した。移籍後初戦となった。スズラン賞でおよそ1年ぶりの勝利。さらに、セーラン賞、絆カップと重賞2勝をした。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。